どうも。エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。
おう、ジョーマチア、
あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほな、こっちへついてき。うー、さぶ、早よ直してくれんと凍え死ぬわ。おお、何しとんねん、早よこっち来いや。おお、何しとんねん、早よこっち来いや。おお、あれや、電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました、とりあえず見てみますね。これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。誰やお前。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか、見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかり思っとったわ。それはですね、妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。いつもの人の代理です。彼、今日はお休みでして。そないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぞ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。なんやこいつ、怪しいで。登場会の回しもんやないか。なんやと、お前ら生かして返すんやないで。
少しだ。開いた。こら死ねえ、ほんま、すまへんでした。手間取らせよって。ドアホ、何してくれとんねん。あんだけ言うてたのか。すんません、ほんまにすんません。
誰や。なんやお前は。なんやお前。てめえこれ。助けてくれ。危ない。いいから帰れって言ってんだよ。え？でも。あれ？カイトさん？エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの。治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサインだけお願いします。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。なんやお前は。少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。
やめんなよ。何が目的や、お前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この久米を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんや、お前は。神室町の探偵だよ。久米が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホンだな。そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。
こんな真似してただじゃすまんで、顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や、他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかは、はっきりさせたい。はっきりしてるやろが、羽村が久米の目をえぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこで殴り殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。なんやこれ、久米の死体。怪しいな。これは、ん？どこだ？あんたに見せんのは酷だったかもな。けど、この写真で死体の周りにほとんど血の跡がないとわかる。別の場所で殺された後、ここへ運ばれてきたってことだよ。そうか。じゃあまあ、それはわかったわ。少しは落ち着いて話せるようになったか。よし、なら一つずつ行こう。まず、あんたはアムール前から逃げ出した後、どこで何をしてた？敵に組の門さらわれて何も動かなかったのか？動いたに決まっとる。組を奪い返すために俺は協力会の仲間に応援頼みに行って。でも応援は集まらなかった。あ、アホぬかせ。応援は集めたで。アムールにも勝ち込みかけたわ。あの晩、アムールにはもう人の出入りはなかったはずだ。そう思うが、防犯カメラに映っとらんかったからやろ。俺らはそいつを避けて裏口に回ったんや。そっちは防犯カメラも壊れとったしな。そっからアムールに踏み込んだんや。踏み込んだ？アムールの中に？ああ、せやけど店の中には誰もおらんかった。隅から隅まで全部探したんやがな。その時の時間は？夜中の12時過ぎっちゅうとこや。検察によればアムールで羽村が久米をいたぶってた頃だ。あんたの話が確かならそのストーリーがひっくり返る。ふん。検察の細い話なんぞどうでもええわ。とにかく久米やったんは羽村や。他におらんやろが。かもな。ただ今のあんたの話は警察も検察も掴んでない。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。どう？一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると12時の時点でアムールには誰もいなかった。そう、羽村の頭は12時頃久米を解放してサウナへ行ったと言ってる。
村瀬の話とは矛盾しない。となると羽村の頭マジでやってねえのか。頭がサウナに行ったって証拠が出ればね。まあ結局はそこなんだよな。それでも今日は十分だろう。あとは明日だ。そうだな。よし、海藤さんも今日は上がって。そういやお前、村瀬に顔を覚えられたろ。しばらく街歩くときは気をつけろよ。